作曲家の藤倉大です、この度11月16日白樹ホールの20周年記念でモーストリー藤倉やります。ここには、藤原道山さん、本庄秀次郎さん、レオさんという3人の邦楽のスターですね、スターの皆さんが、登場し、僕の作品や坂本龍一さんの作品、高田さんの作品を演奏します。ぜひ聴きに来てください。白樹ホール20周年記念モーストリー藤倉に出演します三味線の本庄秀次郎です。この公演はですね、藤倉さん、作曲家藤倉大さんの作品を中心に、なんと藤倉大さんがフューチャーする作曲家、坂本龍一さん、そして、私の師匠、本庄秀太郎先生の作品も、演奏されます。そして出演されるのは、尺八の藤原道山さん、そして琴のレオさん、そして、三味線の、私本庄秀次郎です。もうまさに白樹ホール20周年にふさわしい、記念すべき公演になっていると思います。ぜひお越しください。こんにちは、琴アーティストのレオです。今年の11月16日白樹ホールにてモーストリー藤倉というコンサートを開催させていただきます。タイトル通り藤倉大さんの作品の中で、邦楽器の作品を、素晴らしい奏者のメンバー藤原道山さん、本庄秀次郎さん、そして私レオで、演奏させていただきます。そしてモーストリーということなので、中には坂本龍一さんの作品であったり藤倉大さん以外の作品も、邦楽器の編成でたっぷり魅力をお伝えできればなというふうに思っております。11月16日7時開演です。白樹ホールにてお待ちしております。